何者かによって作り上げられた異世界、戦国の魔王武田軍はかなり押されているな。援軍とはありがたいね。早速で悪いけど別動隊として北上してくれんか。さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村は前線で頑張っているうちに頼んだよ。ま、敵も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。まい、信行たち気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まねば。ここで雪村を失うわけにはいかない。強残あんはい、それがしがうまい。直政さん、何を考えているのかわからないかもしれない。この現場は強い力を持ち、忠実な部下もいるが、あの調子じゃ信奉者以外はついていない。あんはい、対抗勢力が現れた以上、ここにいるのは危険だね。魔王からつく救援に参った。雪村、どうしたらお前を国の輩に撃たせはせぬぞ。おお、金継殿、まさかこのような形で再会を果たすとは。暑苦しい人が来た。でもなんかほっとしたにゃ。宿敵、共に闘争の美酒に弱。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃったっけ。それが避けられるか。敵を打ち破り突破せよ。それが違うまい。あんたたちに恨みはないけど、こっちも引くわけにはいかないのよ。いざ！おいで。
まだ遊んでやる。敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたが、なかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらの再度結束は侮りがち。これ将来的に勝ち目がありそうな。伏兵もやっつけた。じゃあ超攻撃と参ろうか。そう、撃ち取った。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。角殿、これはどういうことです？悪いね、光秀殿。俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなど持ってのほか。角殿、ご覚悟。暗示が暴走、天も読みせぬ。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。だがそのやり方は苛烈すぎる。たとえ愉快であろうと、私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな世にしたいのだ。それはまさに太平の世です。別の世界にも家康様と似たような方がいらっしゃったんですね。ハグの野郎、裏切りやがった。こりゃ織田の連中を助けねえとまずい。弟よ、どこへ行くのかの。もしかして蹴鞠かの。マロも行くの。いや、俺は多分か。こっちに来た以上、あんたらのため精いっぱい働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそうだ。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。この裏切り、神君劉備殿には受け入れがたいかな。いや、戦いを早く終わらせるにはその力が必要。民や兵が心安らかに暮らせるよう協力してほしい。押し通る。なる。この世界でもあんたは相変わらずだ。なお虎殿、そちならマロと蹴鞠ってくれるかの。吉本様、すみません、蹴鞠はできません。ごめんなさい。よろしくお願いしますね。一緒に頑張りましょう。よろしく。素直に歓迎してくれるのはあんただけだ。見事なご活躍です。手出してくんなら騎士が牙むくぜ。押し通る。俺が背中を見せちまうからな。信長様に挑む資格があるかどうか、あなた方の力と信念試させてもらいます。ごめんなさい。それが違う。前
世界の地獄一緒に楽しみましょう。人がどう出るか見物ね。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だ。一体どこに行ったんだろうね。信長。急ぎ雪村を救わねば。あっぱれなものの不要の。俺の腕見せてやる。長年磨いてきた知略、味わうがよいぞ。まだ死ねぬゆえ、ごめん。わっ、天下無双な人発見。いたします。信長様のため、ここは通せません。修羅と化し、止めてみせます。私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。信長、お前はなぜ戦っている。理由なき力に従えるはずもない。よいぜ竜、この信長にその怒りを、力をぶつけよ。これが腕輪の力か。今は引くしかないな。あの者、世の事情を知るといつか吐かせてみせよう。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かったよ。いや、貫き通すわ。お仕事お仕事。さて、行く。この手で守ってみ。乱世は出さん。
姉上より褒あり。ふん、仲間が増え。さて、行くかね。お仕事お仕事。反乱軍の猛攻を受け、敵の数敵の数が尋常ではない。急がねば、影勝様たちは危うい。なぜ影勝様、この枯れ爪が直ちにお救いいたします。風のごとし、本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。あと少し耐え抜きましょう。
何としても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。カネクゼ、あなたの義兄はこの異界でも変わらぬようです。危ないよ。お褒めに預かり光栄です。風林火山、ありがたい。ここは通さねば。道を開けよ。恩ある影勝様を失うことはできぬ。加熱。感謝する。何をおっしゃいます。影勝様をお守りすることがこの兼継の務め。窮地は脱しました。次はこちらがお返しをすれば。勝負の棋風示さん。数では勝っていたが詰めが甘かったか。拙者自ら当たるのみ。雪村、感服いたします。打ち取った。我が名は徐光明。お相手願おう。あの白咳、そして高潔な空気。押した。まるで可愛い剣心のよう。かなりの武人とお見受けした。いざお手合わせを。願ってもないお言葉。真田雪村、いざ参る。遅くなってすまない。ジョコード、あとは俺たちに任せてくれ。大指示殿、マイクすまぬ。頼んだぞ。マイク。ジョコードを追い詰めたのか。敵軍の勢い侮れぬな。敵の大将が出てきたようですね。愛で諭してあげましょう。大指示のこの世界。よし、私が話をしてみよう。金継、手薄になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。ウギの輩は一匹たりとも近づけ。戦況を見ていますね。見習わなければなりません。カネク、頼もしき同志を得て私は幸せだ。敵はまた城を狙ってくるでしょう。皆愛を持って当たりなさい。所詮敵は小勢だ。城を落としてしまえ。またうろたえ者が現れましたね。敵の城攻めはまだ続く。油断できぬ。ジョコードの役目と相当な腕前だ。この大使、久々に本気になれそうだ。
城は守れまい。さっさと制圧するぞ。遅れは取らぬ。私だ。孫権殿が敵の大将だったとは。ならば負けても致し方あるまい。おかげで助かりました。ねえ、いえ、孫権、俺とジョ、よいのだ拙者ら。もちろんで。ありがたきを。これからは良い愛。うむ、真偽は違えぬ。ジョ孔明。それにしても信長の力の秘密。お仕事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 。真偽は違えぬ。いざ戦場へ。俺こそが真の三国武将よ。